えどうもお疲れ様です。コインゲッコでございます。えー、本日10月18日、えー、17時前になりますね。えー、今回のコインゲッコは365兆円まで時価総額が盛り上がってきましたんで、私の言う低水準のその分岐点ね、370兆円までもう少しということでございます。えー、やっぱりね、少なくとも370兆円は維持してもらわないとなという私の個人的な気持ちと、 まあ長年この暗号通貨業界に関わってきててやっぱり一旦400兆円前後でね安定すると320兆とか330兆円にガカンと落ち込んだらねうわーリーマンショックだみたいな気持ちになっちゃうんですよねまあでもこうやってじっと見てるだけでやることは別にないんですけどもなんとなくこうねやきもきするじゃないですかでこうやってついつい動画を撮ってしまうんですけども今回はその中でもちょっと嬉しいかなってブルーに入りますはい2024年の 初頭1月2月ぐらいはやっぱり400兆円前後を推移してたんでねそれなりにお今年も楽しみだなと思ったわけですよしかも今年は半減期と言われてこの暗号通貨にかなり注目が集まる時だったんで資金がもっともっと流入してくるのかなと思ったらなんかいまいち不発でですね <laughs> でずっと低迷期を迎えていて300兆円割るようなとこまで来たわけですけどもまあなんとかね370兆円まで戻ってきましたよっていう時価総額ですね はい。こうなるとビットコインは1000万円を超えるところまで戻ってくるわけなんですけども、まず見ていくのは、上場したコインが14,857と、なかなか増えてるなっていうところ。取引所の数も増えて1,134になったっていうところですね。で、ビットコインのドミネーションは55%を超えて、イーサリアムは変わらずに13%ということになりますけども、イーサリアムももうすぐ40万を超えるのかなっていうところで、個別銘柄見ていきましょう。ビットコインが1千万、十9万6,801円と、イーサリアムがもうちょっとで40万と。全面的に、 グラフがブルーですね。なかなかいいんじゃないですか。まあ、リップルは単独の動きを見せてるんですけども、それでも82円を堅持してまして、我らが体のビットコインは、これもなんか独自の動きですよね。52円というところです。はい、柴犬はもういいですかね、はい。体のちょっとクローズアップしてみましょうか、はい。52円なんですけども、ここ7日間を見ていくと、55円まで上がった瞬間があって、そこからまた落ちてきてるなというところですね。おそらく55円で。 ちょっと日和組が利確をしたんでしょう <laughs>。日和組って言ったら申し訳ないんですけどもね。いや、でも分かりますよ。体もずっとあの50円を割るか割らないかっていうところでうろうろしたんで、55円くらいでチャンスと思ってね、利確をしたがるのもね。まあ,あ、別にバカにするわけじゃないんですけども、55円で利確するってことは、体の,の保有金額っていうのがそんなに多くなかったんじゃないかなと思いますね。要するに資金がなくて決済ってことだと思うんですよ。それから資金がなくて決済といえばね、おそらくこれから、 どこかで大きなこ暗号通貨の売却が起きると思うんですよ。うん、やっぱり中国経済ですよね。中国経済いろいろと破綻して不動産がちょっとこけてますんで、その不動産の含み益でもって日本とか海外の土地や建物を買った人も手放す時期が多分来るんじゃないかなと思うんですよ。そうなると同時期に売却が始まりますから、こちらの方も暴落がこう起きるんじゃないかなと思いますし、で、 今度は、どん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 、含み資産がなくなってきた、そういった投資家さんがね、これ中国の方とは言いませんけども、あの、世界的にね、含み資産がなくなってきた方っていうのが、暗号通貨に逃がしていた、あ資金をね、ポートフォリオを削ってまで、売却するんじゃないかなというところです、うん。特に根拠はなくて、そんなことが起きるんじゃないかなっていうふうなね、想像ですけどもね。はい、ということで、以上でございます。えー、ありがとうございました。